そう、バスケのワールドカップちょっとさっき見てたんだよな。バスケでも俺いまいちルールわかんねえんだよな。球カゴに入れれば点入る、さすがにそれはわかる。ボール手で持って3歩歩いちゃダメ、それもさすがにわかる。そう考えると野球の用語って怖くないですか、刺すとか殺すとか。いやっていうか、なんか最近の時代というか、もう今や野球もさ、そのなんかフェアプレー云々とか、その殺人タックル禁止とか、いろいろ選手を守るルールが出てきたけど、割と野球って凶暴なスポーツだよね、歴史を考えると。ゲッツー崩したらひどかったよな。伝説のあの中島さんの画像知ってる人いる？あの WBC の韓国戦でこうやってタックルしてってる画像。でもあれもルールの範疇だったからな。もうあんなん完全にベースじゃなくて選手にスライディングしに行く時代もありましたからね。今やったらもうアウトだけど。むしろだからマートンのは、まあなんかまだベースをさ、覆いかぶさってるブロックに対してだから、まあまあ、いや、よくないんだけど、まあ、情状酌量の余地じゃないけど、まあ、わかるっていうか、まあ、当時のルール上仕方ないって言っても、ゲッツー崩しに関しては、もう、もはやベースにすら行ってないけど。まあ、だから、ああいうのがなくなるためには、コリジョンルールはできたからね。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。